えー、BNA ホラークさんどうもです。あこれは渡辺凛果ちゃんのショートプログラムのスピンですね。えー、最低点は除外されるんで、渡辺選手とマイナス5を大きな影響はないと。あ、そうですね。確かに。うん。そう思います。このマイナス5は除外されますね。うん、えー。マイク・バーティラさんどうもです。えー、カブ君、こんにちは。女子凛果ちゃん登場。トリプルアクセルなんとか降りましたね。 ああ、トリプルルッツが抜けたいよ、本当ですよ。うん。走行暫定1、まだ望みはステント。いやあ、もうオードリー・シンにね、抜かされましたね。うん。もうこれは悔しい。うん。 えー、カブくん、こんにちは。リオンちゃん、暫定1位、うん。表彰で確定。カオちゃん、昨日より断然。動きがいいけど、トリプルループが抜けた。そうなんですよ。ループジャンプがちょっと苦しんでるんですよね。えー、そして、えー、カブくん、こんにちは。キム・イレム、珍しく転倒。キム・イレム、優勝。転倒したけど、優勝。うんまあ、彼女ね、まあ、フリップが最近、うまくいってないですよね、うん。キム・イレムはこれはファイナルが決定してくるですよね。うん ゆうのややさんどうもです。カブさん、キム・リムさんがグランプリシリーズ初優勝。あ、彼女は初優勝なんだ。えー、坂本香織さんが2位でしたよ。よかったですね。銀、うん、ファイナル進出も決まりましたよ。ファイナルでリベンジですね。うん、結構今回は予想外のことがいっぱい起きましたね。うん、カん香ンさんどうもです。カ、え、オ、ー、ちゃん、アーチ。坂 えと前半気合が入りまくりでステップで疲れてきちゃったかなあーもったいないファイナルに向けて極道の子先生のツをいっぱいもらって頑張ってくださいえきっとそのツには極道の子先生の愛情もたっぷりあそうなんですよねそれが大事なんですよねうん舞ちゃんと香音ちゃんと2人でファイナル行ってねの子先生気合、えー 入りますねきっと。うん。いや、次のフィンランド、舞ちゃん行くんで、うん。ファイナル2人行ってほしいな。エビリーさん、カオリンさんは惜しかった。しかし、かっこよ。やっぱりカオちゃん、A は何なんなのあのダブルアクセル。うん。本当あの、ダブルアクセル、トンんッ後の方がスピード出るっていうね。うん。A、そして、カオリンさん、1人別格のダブルアクセルですもんね。え、あんなに速い速度で豪快に止めたら気持ちいいやろうなっていうも撲も、確かに。うん。なんであんな 怖い技をできるの変わってわかる僕アクセルジャンプ嫌いなんでよくあんなに高価に食べるなって思いますねうんカオちゃんのボルテージもどんどん上がってもらいたいなうん。 ユ、えー、うネやさんどうもです。かぶさん、リボンちゃんは3位の銅メダルでした。うん4回転ジャンプはミスしたけど飛びましたよ。メダルが取れてよかったですね。いや、ほんとですね。うんまあ、あのー、彼女、4回転、めちゃくちゃ激しい点取りいた、痛かったですけどね。うんでも、結果的には良、まあ、かった気はしますね。うん 195T さんどうもです。女子フリー終わりました。疲れた。結果はキムイレムが金、銀が坂本香織選手、どうか住吉リボン選手という結果でした。みんな完璧とはいきませんでしたが、非死者や心の強さなども見えたし、感動しました。渡辺凛香ちゃん、トリプルアクセルのオーバーターンでしたが、降りました。うん。他も少しミスはありつつでしたが、順位は上げての5位でした。もう少しで4位だったんで、そこは残念だったかな。うん。ファイナルかかってますからね。 レモンちゃん、4回転トーループは転倒。最後のサルコーでも転倒ありましたが、美しく引き込まれる演技で素晴らしかったです。インタビューでは、表彰台喜びつつ悔しさが残ったようです。うーん、カオちゃん、逆転優勝とはならず悔しさを残りましたが、さすがな演技でした。本調子ではない中、気合と根性での頑張り、素晴らしかったです。演技後も、えー、表情音で和みますね。うん、キム・イレム、あのー、 そうですね選手、ラスボスでの緊張感が伝わってきました。そんな中でもミスはありましたが、リカバリーも見せて頑張りました。キミリム選手、坂本香織選手はグランプリファイナル確定です。おめでとうございます。表彰台はみんな笑顔です。かおちゃんはグランプリファイナルで大爆発の優勝ですね。うん はいまあ、かおちゃん、本当、これからね中野先生のところでもう一回鍛えられていくと思うんで、うんまあ、ちょっと今回、ジャンプの軸がね全体的にねあれでしたので、まあ、ショート中心ですけどね、うんはい、えアクアマリンさん、どうもですえ。前半グループがが得点が出にくいのは 全日本でもそうですからね、確かに。うん、ジュリアン推薦は前半グループ1から3位になるので得点が出にくい。シリア、あの東日本から西日本の上位者だと、ショートプログラム後半グループ4号に入れるから、吉田花ちゃんはシリアンから出ることにしたと勝手に思っています。あなるそういうことなんですか、確かになるほど。うん、ソヨン・ジーは韓国16歳、シリアデビューで、グランプリデビュー、グランプリシリーズ1戦のみの派遣。 遠くから見ると、ヨに、あ、キムヨナに少し似てるコスズメは宮原さんのスピンやステップを連想してしまいますね。うん。北米女子っぽいと思ったら、タミーコーチです。ああ、はいはい。あのタミーさんは最近のタイの子だったりいろんななんかアジアの女の子たち教えてますよね。うん。で、ソヨン・ウィー長身の方は昨年に続いての NHK 杯。 えさっき世界中には5位で、今季ネーベルハイ銀え、身長が伸びたうん、理系で幅跳びのジャンプだけど、エッジが浅くて、一蹴りの伸びやかさがないような、ん、なんかね、元気がなんかない気がしますね。で、オーストリア、ミクティナちゃんは、ショートプログラム持ち越して、ウクライナ人、あ、ウクライナ人なんだ。そうなんですね。ミクティナちゃんって、初めて知りましたね。ウクライナ人なんですね。うん。で、えー、っと、 故郷が爆撃を受けた影響もあるんでしょうね。ああ、なるほどでエストニア。今期エストニアのエース争いはペトローティナかな？うーん。 ねえ、ペトロティナ選手ね。5連に出たのはエヴロッタ・キーバスだったのに、男女ともに安定したエストニア。うん。そうエストニアね、なんか来てる気はするんですけどね。でも、なんかなかなかね、安定はしないかなっていう感じしますね。キーバスはフリーはいい気はするんですけどね。うん。アメリカ2番手争いはオードリー・シーンが来るか、怪が明けだけでもまとまっています。うん。オードリー・シーン、本当、今回ギリギリでした百、ね、189点。うん。 えー、パンダさん、よろしくお願いします。かおちゃん、惜しかったね。ループが抜けちゃったのが痛かった。でも、演技全体はかおちゃんらした全開でした。演技後は見た。演技後は。あ、そうそうそう。本当にこんな顔してましたよね。うん、やってました。うん。はっってね、はっ,っていう感じね。 あの、ファイナルに向けて火がついたかな。まだまだシーズンは続くんで期待しています。リボンちゃん、銅メダル、連続の表彰台。最初の4回転トループが痛そうな転倒で、心配だったけど、今シーズンはその後が安定してますね。演技は滑らかさにまた違った力強いところも見れてよかった。うん、ファイナルはどうだ,どうだろう、いけるかな。 そうですねこれがね、イ・イヘインちゃんも3、3だったんで、そこがわかんないんですよね。リンカちゃん、巻き返しの5位、えー、最初のトリプルアクセル、回りすぎたかな、うん、えー、その後とも、えー、崩れすぎずに良かった、まだまだシーズンは続く、頑張れ、ファイナルは厳しいかな。 なんでしょうかね。うん。キム・イ・デムちゃんは初優勝で、日本ルーツ、本当に美しいですよね。うん。ファイナルも楽しみ。で、えー、っと、170センチの身長を生かした華やかな演技でした。インタビューはまさかの英語。あ、彼女は英語だったんですね。なるほど。うん。 りくりゅうおレねと、本当に年々夫婦なのっていうくらい息ぴったりですよね。でカップルなのかなちょっと思っちゃいます。本当ね。かぶくん、本当に連日お疲れ様です。体調気をつけて。あ、ありがとうございます。まあ、昨日、今日は爆睡だったんで、ね、復活をしましたけど。うん。りくりゅうは本当、どうなんでしょうかね。実際のとこね。うん。 えー、マスミンさんどうもです。カブくん、大丈夫ですかいや、昨日は結構忙しいっていうか、ね、でも昨日爆睡したんで、結構楽しかったですけどは。うんえー、残念ながら私は今日も仕事で、仕事中にスマホを小箱に隠して、女子のライブを盗みしてました。えー、どうしてもリオンちゃんが見たくて、うん、ド派手に転倒しましたが、4回転トーループを回避せずに、いろんな勇気をたたえたいです。もう彼女はずっと4回転トを挑戦してますよね。うん もう本当に、まあ、でもフランス大会良かっただけに今回決まるかと思ってましたけど緊張してましたね。 うん、え彼女はミラノ五輪に向けて日本のエースを目指しています。いやー、ほんとね、応援します。本当にうに、ん。同じ所属の鍵山くんやカオんからも教えてもらって、なんとか本番で生きるジャンプをマスターしてほしいですね。スケーティングのセンスありすぎなんで、もったいない。ぜひ輝いてほしいです、うん。2回目の表彰台、おめでとうございます。本当とね、もう最近、リオンちゃん、本当に好きなんですよ、僕ね。うん アクアマリンさんどうもです。女子シングルファイナル争い。1番目が香織坂本が15たす13で28。キム・イリムが13たす15でこれも28。そして3位がイザボー・レビト13、13たす13で26でこれ確定になりますね。で、最終戦の結果待ちはですね、リンカ・ワタナベさんにも、あ リンンカちゃんにもチャンスある、うん、え4番目がリンカ・渡辺ナ・ベダリはリンカちゃんの方が高い。うん、15たら7で22。住吉リモちゃんが11たら11で22だそうです、はいで。最終戦がルナ・ヘンドリックスが15。三原舞ちゃんが15ですね。でアナスタシア・はグバノバが11になります。 はい、でルナヘンちゃんと三原さんは4位以内でファイナル確定、グバのマークは2位以内でファイナル確定ですということなんで、ルナヘンちゃんと三原さんはほぼ行きそうな気がしますね、うんで。あともう1人は誰になるのかというと、渡辺倫果ちゃんの可能性まだあるということですね。 木更木24さん、どうもです。アクアマリン様、ポイントを表示、わかりやすくありがとうございます、えー。リンカちゃんとリオンちゃんは微妙なんですね。うん。ちょっと受けたのが、他の選手は名前の後、国旗のマークなのに、香井坂本だけは日本人。確かに、ごめんね、爆笑でした。あ、そうなんですね。 あはいはい、なるほど、そういうことか。なるほどですね。うん。えー、アクアマリンさん、よろしくお願いします。リモンちゃん、シニアデビューで2戦とも表彰台、頑張りましたね。うん。全日本も上位を目指してほしいです。リンカちゃんは、三原さんに頑張ってもらって、えっ、ー、と、グバノワ選手の順位次第になりますね。うん。で、えっ、ー、と、フリープログラムのジャンプ、トリプルルーツで毎回ミスするのが気になります。坂本さんは、足を痛めてるんでしょうかね、っていうとこですね。確かに、うん。 彼女はどうなんでしょうか、ね、今、なんかテーピングをしているって話もあったんで、その影響もあるんでしょうかねうん。えー、キサダケ4さん、どうもです。カオちゃんは、えー、練習の時はテーピングしてたこと言って、言そうそうですよね。ジャンプの練習があんまりできなかったというのも来ました。どの時点の話かわかりませんが、リオンちゃん200点超えでしたよね。えー、すごい。うん。 はいということなんで、そうですね、香りさんがまあそういう感じですね。で、リボンちゃん200点超えでしたね。うん。確か、はい。 えー、マイク・バーティラさん、こんばんは。現地で見てきました。女子混戦ですね。うん。舞ちゃんとユダヘンちゃんは、おそらく当格でしょうが、グバノバちゃんが出来次第で、リンカちゃんが滑り込みがどうかですね。うん。でも今回、渡辺、えー、渡辺リンカちゃん、僕、絶対平気かと思ったんですけども、それでもあえてく崩してしまったんで、フィンランドもね、ちょっと、まあ、三原さんは安定感にできると思いますけどね。うん。もうとりあえず、応援ですね。うん。 エミリーさんどうもです。リンカちゃんが翔和くんとステファンのレストラン10分ミーティングの記事を読んで、えこれだってショートから切り替えたみたいおお、これは面白い。うい、ん。これは結構面白いですね。なるほど。これは知らなかったです。うん、中庭先生、生徒さんに昭和くん愛を語りすぎじゃないのと、リンカちゃんが私たちと同じ昭和オタクに座っている気配があるんですがというお、これはまた面白いですね。 うん、そのしょ君くんはやはりえ、靴の調整が途上のようです、うん。いつも完璧なコンディションで臨めるわけじゃないっていうステファンの言葉は、そういう自分ではどうにもなんない状況に立ち向かうための目標、指標でもありそうですね。うん、できることから一つずつですね。で、緊張していたふり、なんか表彰式で、どうもくんのぬいぐるみがもらえるらしく、どうしてもしょ君くんと、どうもぬいぬいのショットが見たいんで表彰台に乗ってください。うん はい、ということなんでね、まあ、金取ったんで、もう OK なんだんですけどね。うん。えー、斎藤直美さん、どうもです。えー、かぶくん、こんにちは。えー、斎藤直美、改めて、直美です。かぶくんはじめ、えー、皆様、えー、そうですね。あ、直美さんですね。今後ともよろしくお願いします。あ、でも、直美さん、あれですね。これ、漢字はそのままになってるんですけどね。うん。えー、直美、えー、です。あ、 はいなおなみさんですね。よろしくお願いします。はいリクルーペア、えー、優勝、本当に良かったですね、えー。女子シングル優勝は韓国のキム・イレム選手でした。かおちゃんは2位で、えー、住吉リオンちゃんも3位でした。うんで、えっとね、かおちゃんインタビューで、今季のプログラム、まだ。 自信がないっていう発言をしてたということあ、自信がないっていう発言をしてるんですね。リオンちゃんはなかなかクールな発言にして、自分に結構厳しいですね。うん。いや、もう脳みすい見てみたいな、本当まだまだダンスのシングルもありますから、少ししたらまた、えー、始まります。はい。で、返信がありまして、北田家に調査。斎藤直,直,直美様。え、ですよね。直美様、えー。直美様。うん。 えー、承知しましししままたこれからもよろしくお願いします 195T さん、どうもです。爆睡明けですね。それでいい、無理はダメですよ。私なんか睡眠不足で、ただ座ってるだけなのに、感、え、情、ー、の起伏が激しくなるからか。 ものすごく疲れて、昨日は夕食後に胃が痛むわ、ああ、これは嫌ですね。寝る前には頭がンガンするまで胃薬、鎮痛剤飲んで寝ました。え、え、大変ですね。今日も睡眠不足で起きたのに、だるさが取れず、朝からエナジードリンク飲んで、完成に備えたのに、女子フリーが終わる頃にはまた頭痛がしてきて、あ、ちょっと心配ですね。 うん、仕方ないんで、また鎮痛剤飲んでという感じで、結構体調がよろしくない中の感染です。熱はないけど、風邪でもひいたかしらいや、これはちょっと心配でございます。えー、ここまでの感染を書こうと思ったけど、男子とフリーが始まっちゃうんで、あとでまとめてコメントをします。お,お大事にしてくださいね。となんか、この鎮痛剤とかって、普通そんな飲むことってないんで、うん、あの心配でございます。えー、レモンミカンさん、どうもです。リクリゅペア NHK 杯優勝おめでとうございます。 そして坂本香織選手はに、昨年も頑張ったからもういいじゃんってな悪魔のささやきが大変だったそうですが焼肉を食べるご褒美を友達に認定してもらい頑張ったようです。焼肉しか勝たん顔。お、えー、住吉り本選手3位頑張りましたよ。よかった。うんまあ、結構そういう,もう単純に見えて一番大事なことなんですよね、それはね。うん、エミリーさん、どうもです。倫、え、果、ー、ちゃんの字は本当にいい、本当に本で。 えー、シュウマ君おめでとう。ソータ君おめでとう。あとはどうなった世界不思議発見がいいがついとる。え世界不思議発見なるほど。うちリアタイできず。でもいい。ありがとうございました。お世界不思議発見これは黒柳徹子さんが出てるやつですよね。うん。 えー、カオリンさんどうもです。あらら、チャンネル争いに負けてしまったので、ね、一人の時間ができた時に思い切って堪能してね。リンカちゃん多分ファイナルいけるんじゃないかしら。うん。だって事前でマイちゃんとルナヘンちゃん決定でしょ。グバノワちゃんが3位だったら22で、リンカちゃんと同じだからいけるんじゃないかしら。うん。何が起こるかわかんないか。そうですね。多分ね、マイちゃんとルナヘンちゃんがワンツーだった場合は、いける気がするんで、結構リンカちゃん結構いける感じしますね。うん。 えー、そして、エミリーさん、どうもです。えー、カオリンさんは負けました。というか、それまでは娘たちの娘用の えーと娘様用のトトロが流れていました。あ、そうなんですね。本気で文句言うけど、気にせず、うわ、トトロがくしゃみした <laughs> はいはい、しますよね、あの時ね。あれは、目がなんか鼻を触ってなんか出してましたね。とか、楽しんでられました。りんかちゃん、あとは運を天に任せる感じですね。えー、かおちゃんの記事いろいろ読んだけど、いろいろ,いろ,いろあったんだなって思いました。うん、かおちゃんもショく君も世界チャンプ二2人は困難な試合が続いているけれど、やるべきことをやってものにしていく、やっぱりすごいですね。いいしゃ NHK 杯、はい、最高はいかおりんさんエミリー様へ、えー、娘ちゃんトトロママは早く終わりよトトロっていう感じかな、えー、リンカちゃんショートプログラムの時も同じだったんだけどキスクラに触った時 あ、顔の汗が。ティッシュ持ってないの先生。ティッシュ持ち、いつでもスタンバイできるからお声かけしてほしいわ。うん。他の選手でもウェルカム行くわよ。そして、ちゃっかりキスクラに座っておすまし顔で記念撮影も、写真も撮るわよ。ということで。うん。お結構汗が、ね、あったんで、ティッシュなかったんです、さすがにね。うん。 えー、早石さんありがとうございます。途中のとこまでのコメントですね。女子のところだけで、えー、女子、坂本選手がワツーキム・イレムが2、1、エビトが2、2、渡辺が1、五、この辺が1でハテナで、三原さんも1ハテナ、グバノワちゃんも3ハテナですね。で、三原、の辺の大の二乗り前提で、グバノワが2以上だったり、グバノワがグバ三以下だったら渡辺さんになるということですね。グバノワちゃんと 倫果ちゃんの争いということになるのかなと思いますね。うん 1 9 5 t さんどうもです。えー、キーパー選手、グレーン選手、ミクテナ選手は3選手ともショートプログラムに比べるとフリーは結構良かったと思います、うん。ショートプログラムは苦手っぽい選手って意外に多いですよね。アンバー・グレーン選手、トリプルアクセル、両足になっちゃいましたが、着氷しましたね。うん、アンバー・グレーンは今回のフリーは前回よりもマッシュにはなりましたね、確かに、うん。アクセルは若干ね、足がついちゃいましたね。うん えー、BNA ホラヤキさんどうもですりょんちゃんの最初の店頭は 直接、尻餅ついていたそうに見えました。うん、本当ですよ。えー、着氷をしてからの点灯はよく見るけれど、あんな点灯はめったに見たことはありません。うん、それにしても、よく最後まで頑張りました。えー、シニアデビューの選手が GP シリーズで2試合メダルを取ったのは、2018年シーズンの木平選手以来ではないかなと。あ、そうなんですね。なるほど。ってことは結構素晴らしいですね。うん、でも杉上選手た、ただでさえね、結構やっぱミスが多いですが、あの点灯で僕は本当にあの後どうなるかわかりません。 分からなかったですね、うん、でも、それをしっかりとジャンプ結構決めてきた方なんで、彼女は結構成長したかなと思いますよ、僕は。うん、はい、えー。そして、あここいとうさんどうもです。リボンちゃん、悔しかったですね。サルコー、残念。私もリオンちゃん押したんで、ファイナル行ってほしかったな。うん。いや、本当ですね。僕もかなりリオンちゃん押してるんで。はい。まあ、でも今回はね、頑張った方ですね。うん。 えー、マスミンさんどうもです。カブ君ヒートアップ。カブ君前回の NHK 女子の会にリオンちゃんについてコメントしてありますよ、えー。そこでも書いたけど、私はリオンちゃんの練習でできているのに、あ、練習でできて,できているのに、本番で失敗するジャンプが悔しくて仕方がない。うん、本人も、えー、トラウマチックになっていて、メンタルがやられた時もあるって言っておられましたよ。うん、なかなかね、その精神的な部分ですよね。この前は。 えー、彼女はメンタルトレーニングが必要なのかなっていうコメントをしたけど、練習で成功するのは、練習理の方が動きやすいかなんでは、ああ、はいはい、うん。その可能性もありますよね、多分ね。科目は経験者だから、その辺はどうですか、えー、毎回衣装で練習するとかどうですかあこれね、一つ可能できるかもしれませんね。うんとにかく天性から来る、飛び抜けて所作の美しい選手だから、歯がゆくて仕方がないです。うん 同じですね。本当に、彼女はどうすればいいんだろう。うんまあ、カロリーナ・コスタナーさんも昔そんな感じだったんで、まあ、コスタナーみたいな感じでメンタルトレーニングをしていくしかない気はしますね。うん、はいそして、あとあ、エンシャントランスではなくて、エンシャントランスあ、これちょっと普通に間違えてますね、僕ね。うん、最後の、A、RA ではなくて、RE です。えー、カブくんのお尻にまた E がつくのはフランスコップ。あ、ちょっとこれ間違えてますね。うん はいでえっと、この曲も今季のハマり曲の一つ、YouTube でも1000万回以上再生されています、うんいや。この曲素敵ですね。なんか魔法の魔道士ていう意味っぽいんですけども、も、まうん、この曲本当好きで最高です。うん、僕も使おうかなと思ってるからですね。ね、うん、真面目な話。 えー、カオリンさん、どうもです。カブ君がリオンちゃんをしはよくわかりました。いや、本当ですね。すいません。本当に好きです。本当に。うん。今日じっくりフリースケーティング見た。いや、よかったよ、えー。すごくよかった。演技が美しい。そしてどうしてこんなに手足が長いの美しすぎです、うん。このフリーは好き。えー、また浴びたい。4回転トーループ。痛そうな飛び方だった,だったけれけど、えー、その後頑張りましたよね。うん。頑張ったわよ。メダルですよ。それも今季シニアデビューしたばかりだったのに。 2大会連続でで君もおめでとううございます、うんいや本当ね、さっき BNA ホラークさんもおっしゃってましたけど、まああのやっぱ2回ね、取ったっていうところはやっぱり素晴らしいところだったらしいですね。うんまあ、ファイナルいければなっては思いましたけどね、でもまあ、今回はこれでまあ、満足というか、僕は嬉しいですが、彼女はまあ悔しさが残ったんで、うん、えー、全日本ではもっと頑張ってほしいなと思います。では、もっといい演技を期待したいと思います。はい えー、美ワさん、こんばんは。私もリアルタイムで見て、最初の4回転決まれって叫びました。惜しかったけど頑張った。うん。 かなり痛そうな転倒で、えー、大丈夫かだけど、次々に綺麗ラスト決めてほしかったけど、えー、頑張って3位おめでとうございます。えー、髪衣装や髪型に目が、目がなかなか良かった。うんえー、個性的で可愛い手足が長いな。カ、え、オ、ー、さんのラストジャンプ、分かりますそう。サルコですよね。うん、私もあーってされてみました。なんでだよってね、本当あって、あそこ決まってほしかった、本当、うん。点数とかバリバリ見ましたよ。 他の人と比べて気持ち分かります。うん、ファイナル進出だからよく、あ、ファイナルはね、あの、ファイナルはね、リオンちゃんはね、分か,分かんないらしいですね。うん。ま、可能性は低いかなという感じはしますけど、でもね、次回こそは、うん。でも彼女本当そんな感じで良かったんで、まあ、ファイナルは厳しいかもしれませんけど、まあでも、それでも、えー、頑張ったかなと思います。うん。 えー、BNN ホラークさん、どうもです。キム・イデム選手は NHK 杯での韓国選手が初の、えー、優勝、金メダルでしょうん。んそうなんですよね、すごいですよね。メダル獲得なら、昨年の銅メダルのユ・ヨン選手がいます。うんえー、韓国選手のシニア GP シリーズの優勝と、えー、シニアのグランピーファイナル進出は2009年のキム・ユナ選手以来あ、すごいですね、そう考えると。うんキム・イレムね。うん えー、マイク・バーチラさん、おはようございます。現地で見てきました。とってもいい元気でしたよ。ファイナル進出、おめでとうございますです。うん。ね次、ファイナルですからね、ほんとね。うん。えー、マスミンさん、どうもです。カブくん、配信お疲れ様です。えー、っと、事実、坂本選手は、 ループが抜けなかったら優勝ができていた点差でしたよね。うん。そう,そうですね。ループがそうです、ね、抜けなかったら、ああ、そうですね。そう思います。うん。まあ、キム・ウィリム選手も点灯ありましたからね。うん。フリーでは勝っていたのに、ウィリム選手、ウィ,ウィ,リ,ムウィリム選手との、えー、ショートプログラムの差を、あと3点回埋められなかったですね。うん。私は逆にこれは良かったのかなと思います。えー、大事なのはファイナルでの優勝。こんな検査で優勝を逃したことは、負けず嫌いの坂本選手に響いてるはず。うん。 ファイナルで脱回持ち直すと大きなモチベーションになっていると思います。うんまあ、確かにね、逆に坂本選手はに火がついた可能性がありますからね。私はファイナルの優勝は舞ちゃんか、あれなけんちゃんがいいけど、あ、言っちゃった。うん、いやぶっちゃけね、舞ちゃんでも、ね、まあ、坂本さんは、ねまあ、これまでも優勝、あとなんだえー、いろいろ勝ってきたし、まあ、でも、なんかその、やっぱこうね、そっか、ファイナル優勝っていうのは坂本さんなかったっけあれなかったかなあれ 待ってこれまではロシアがいたから厳しかったんだっけなそっか意外とそっかそうですねうん今回のファイナルはロシアがいないってのはありますからねうんパイちゃんブラヘンちゃんええー、これやばいですよロシあの今回のファイナル今,今言っちゃいますけど、うん、結構やばいですねうん。 えー、島村長さんどうもです。カムさんおはようございます。今大会のベストは王道二さんでした。良かったですよね。うん。美しくしなやかで、えー、本当に良かった、えー、渡辺さんは。 あの残念でしたが、えー、オードリーさんが上だと思いました。うん、ですね、うん。住吉さんは4回転トール,ループは捨ててもいい自信が備わっている感じがします。まあね、本当に。全日本での4回転トール,ループの成功で、世界選手権の代表も近いですね。うんまあ、住吉さん、4回転ね、やり続けますね、彼女は。何があってもやり続ける選手です、この選手は。うん、で坂本さんもジャンプ修正をしてきましたが、グランプリファイナルではもっと良くなりそう。 前回、マコマダイに12月来たときには帰り道、吹雪で前が見えなかったですが、11月で雪はまだので良かった。うんはい、下村さん、今回行かれたんですよね、今回の結果を受けて GP ファグランーファーの出場予想を修正してみました。 うん、坂本さん出場決定、キム・イリムさん出場決定、三原さん、ヘンドリックスさん、レビットさん、もちろんフィンランドで三原さん、ヘンドリックスさん、え2人とも欠場なら、渡辺さんや住吉さんもワンチャンあります。うん、であと、紀平さんもわずかに可能性がありますね、確かに。今週末も楽しみです。駅 CB そも見て帰りますあ。ぜひお気をつけて、紀、う、平、ん、さんもそういえばフィンランド出るんですよね。うん 彼女も楽しみですよどんな構成にしてくれるのか結構楽しみなんでフィンランドやばいっすね。うん 木更木24さん、ありがとうございます。えっ、ー、とね、坂本花オちゃん、アメリカの大会の後、高熱で1週間練習ができなかったということがあったんですね。本人は言っていないんですが、中野コーチが赤赤したそうで、お中野先生が言うって、これまた珍しいですね。うん,なんか、中野先生はね、熱なんか出しても、あ、なんだ、言い訳するんじゃないっていう感動先生かと思いますけど、中野先生が言ったって結構ね、うん、優しさがありますね、やっぱね。うん。 えー、サリンさん、ありがとうございます。カブさん、こんばんは。大ファンで同い年のリオンちゃん、3位、うれしいです。同じですね。うんえー、っと正直、今回上位2人の点差を見るに、えー、フリー次第では優勝もあり得た演技でした。うん、ファイナルに行ってほしかったですが、それでも2大会連続3位は本当に夢のようでした。 今回かなり激戦区でもあったんですが、えー、相当連勝を積んでいったんだと思います。えー、最後のトリプルフリップからの3連続はオーバーターンが入っていたんですが、動揺せずにダブルとダブルループをつけていきましたね。あそこでつけられなかったら3位はオードリー選手確かに。 確かにね、うん。何々進化しているのはトリプルループをパンクしなかったことです。同じです、本当。うんえー、世界ジュニアでは4回転の後のパンクをしてしまったので、フランスとはいも同様に決められたのは進化しています、えー。ファイナル出ると帰国後、全日本まで2週間もない中、練習したい,と、えー、練習したいので調整は苦しいと思います、うん。全日本まで1ヶ月4回転を含めて他のジャンプの精度も高めて、全日本3位以内を目指してほしいですね。いや本当全日本ってどうし ほ、うんと皆さん覚悟を決めた方がいいですよ本当全日本やばいですからねほ、うんシーズンズ1はジュリアンの躍進とえ彼女の不調もありどうかなと思いましたがここで決めたかすごい感動です、うん、で えーとキーパス選手はフリーはすべてのジャンプを着氷し、私は演技を終了後、1分間拍手をしました。うん、え正直、スピンに関しては練習をして精度を高めていけばいいので、今後そこはかなりハマってくれば、120点は超えます。キーパスもフリー良かったですよね。ショートがね、彼女はうまくいかないね、うん。キーパスさんは。何よりトリプルフリップから、あのーね、の3連続や、えー、トリプルルーツ、ダブルとトリプルルーツを決めていったのがすごいです。うん ジャンプを飛ぶ前とても緊張しましたが良かったです、えー。右手な選手も良かったです。彼女もね良かったですよね。フリーの方が、うん。彼女もトリプルルッツから3連続、トリプルフリップ、ダブルトーループ、単独のトリプルフリップ。えー、最後には基,基礎点を上げるためにトリプルサルコウダブルループできました。うん、えー、素晴らしかったです。彼女も全ジャンプしっかりおりましたそう。だから結構ね、欧州勢うまくいったんですよね。得点も116点でした。これから調子を上げてくると思います。うん でそういえばミクトラ選手も同い年であそうなんです、ね、2003年の10月生まれだったと思います。 アンドリュース選手、フリーは調子悪かったですが、最後まで、ね、集中力を切らさずにリカバーリーもしながら演技を続けていきました。うん、えミスをしても動揺をしたいアンドリュース選手には、それができていましたね。最初の3連続も回転不足にはなりましたが、決めていきましたし、しっかり進化はしています。え全米まであと2ヶ月、表彰台みたいですね、うん。アンドリュースはね、ちょっと今回はミスが多かったですね。えー、十分、アメリカは4位までが、あ、そっか、アメリカって4位までが表彰台なんですね。 十分可能性はあります。うん、今シーズンのフリーはジュシー・マラードで私の中では当たりプロです。うん、オードリー選手、後半に3回転と三3回転と飛をんでいったときにびっくりしましたね、そう、僕も同じ、うん、あそこで3回転、3回転、しかも超綺麗ですね。 であのなんだっけね、そうと言えばよかったんで、びっくりしました、僕も本当に、え、ここでってね、もう、へってなっちゃう、声ね、うん、しかし、あそこで入れ,入れてこなければ、渡辺選手を抜くことができなかったんで、あれはえ他のジャンプを含め、明暗が分かれます同じですね、本当にそう思います。うん あれはびっくりした、うん、渡辺選手、ショートの出来が良かったら表彰台に乗ってましたね、ただトリプルアクセル試合で挑んで、場数を踏んでい、えー、く,く意味では、えー、ナイスでしたね、うん、まだグアノワ選手、三原選手、ヘンドリック選手の順位の組み合わせ次第では、ファーティーの可能性は十分あります、でチー・ソヨン選手もジャンプをすべて着氷し、素晴らしいハーですね。うん 本当ですよね。来年の世界ジュニアでは見れますかねえ。キム・ユリム選手、ミスはありましたが、リカバリーはしました。ショートの貯金のかけて逃げ切りましたねえ。ファイナルは楽しみです。表彰台もありえますね。坂本選手、いろんな表情を見せてくれました。面白かったですえ。試合に関してはトリプルループが1回転になるミスがあり、そこは惜しかったですが、え最後までやり切りました。うん。全日本では満開の笑顔が見れそうです。 でペトロティナ選手も良かったです。うん、フリー、最後、フリップ、パンクはしましたが、しっかりダブルトーをつけ,ましたつけましたよね。ダブルフリップ、ダブルトー。今シーズン、調子悪そうでしたが、まだまだこんなもんじゃないと思いました。え最後に今大会とは関係ないですが、イム・ウン,イムウンス選手が今シーズン、まだ一度も試合出ていません。あ、確かに。ウンスちゃんはどこ行っちゃったんだろう。うん ウンス選手ね、チャレンジャーシリーズにエントリー来るかと思っていたんですが、12月9日あたりから開催される、えー、ゴールデンスピンにもエントリーありませんでした。インスタでは、えー、キム・ヨナさんの結婚式に参加するなど、元気な姿を見せています、えー。韓国選手権が今シーズン初戦になるのでしょうか。彼女は例年、グランプリシリーズ2戦に出ていましたが、今年予定されていたのは1戦だけで、8月、早々と辞退しました。もう韓国選手権に照準を合わせたんでしょうか。 早く見たああ、これはどうでしょうかね知ってる方いますかねうんすちゃんはどうだったんだろううん、今年はなんかエントリーがないので、心配ですね、確かにね。うん。えー、かおりんさん、どうもです。かぶくん、こんにちは。日本は久々のフィギュアライブでテレビ放送があって、えー、すごく嬉しかったです。さて、来週末、いよいよファイナルが決まりますね。えー、紀平梨花ちゃん、だいぶ構成を戻してくるようです。うん、あ、これ、紀平さん、だいぶ構成戻してくるんですね。うん。 ってことはフリップルーツとかでしょうかね。インスタをチラ見してきたんですが、三々や片手ぞで <laughs> すごいですね、彼女ね。でも、ミリしたに欲しいですね。さすが、身体能力高いですね。これは表装台に乗ってくるかもと、ちょっと嬉しくなりました。おー、紀平さん、本当ですかえちゃんも楽しみだけど、紀平りかちゃんも楽しみ。うん、うん。僕もね、舞ちゃん、りかちゃん、本当好きなんで、うん。いや、どうなっちゃうんだりかちゃん、どうなっちゃうんだうん。 はい。というわけで皆さん、女子のお話についてはこれでありがとうございます。いや、すべてほぼ NHK 界については一巡しましたね。うん。いや、ちょっと今日全部話す終わるかと思わなかったんですけど、まさかコメント読んじゃいましたね。うん。はい。ありがとうございます。一旦動画を止めていきたいと思います。はい。